山崎安西天那2年9月16日は、江戸時代前期の儒学者、神道家、思想家、忌見川吉美、字は敬儀、通称は開門、安西は号、水イ霊社という霊社号を生前に定めた。朱子学の一派である、鬼門学の創始者として、また、神道の一派である、水イ神道の創始者としても知られる。朱子学者としては、蘭学派に属する。 安西によって論じられた朱子学を、鬼門学、または安西学という、君臣の厳格な上下関係を解き、大義名分を重視した。とりわけ、湯武士法罰を否定して、暴君中央に対してでも忠義を貫いた、周文王のような態度を肯定したことに特徴がある。劉邦は、旗の民であったシリエンは、隋の神であったのだから、彼らが天下を取ったのは反逆である。 それは因でも、州でも他の王朝でも、同じことで、創業の英首と言われていても皆同義に反しており、中国歴代の創業の君主で同義にかなっているのは、五官の光部帝ただ一人であると述べて、疫性革命を否定した。またある時弟子たちに向かって、今、ナから講師や孟子を対象として、日本に攻めてきたら、お前たちはどうするかと問い、返答に急した弟子たちに、 そういう時は、当然、孔子や孟子と戦って、あるいは斬り、あるいは生け取りにするのだ。それが、孔子や孟子の教えだと説いた。安西は、朱子学だけでなく、神道についても論じた。吉川これたるの吉川神道を発展させて、スイカ神道を創始し、そこでも、君臣関係を重視した。以上のような安西の思想は、水戸学、国学などと共に、 幕末の尊攘上一層に大きな影響を与えた。門人には、佐藤直方、浅見慶斎、三宅直斎、上田牛取ら瀬湯座木斎、谷新山、大木町交通、出雲寺信直、を、土見門安志福、安井三哲らがおり、安西学の系統を、鬼門学派という、元在四年、京都にて生まれる。父、山崎清元は当時老人であり、 ハリーを営んでいた。幼くして、比叡山に入り、ついで明神寺に移って、そうとなる。19歳の頃と佐国の旧工寺に移り、湘南宗家の弟子となる。土佐南学派の谷寺中に、朱子学を学び、また野中健山や小倉山小羅とも交流して、朱子学への系統を深め、寛永十九年に十五歳で畜刈み、連続して、儒学者となった。明暦元年、 京都市上京区の後に伊藤仁祭が開く小義堂と堀川を隔てて相対する位置に安西塾を開いた。漢文5年、江戸に出て藍津藩主、星名正幸の瀕死に迎えられた。また、吉川神道の創始者である吉川惚樽に学んで神道研究にも本格的に取り組むようになり、従来の神道と儒教を統合してイカ神道を開いた。 こうした、神道研究の成果により、反省への助言を行う一方で、寮内の寺院、神社の整理を行い、神仏集合を排除した。天那二年、死去。山崎安西は、人間の心は、すなわち、天人と同源であり同一であるとの思想から、自らの心身を自宅の祠に祀った。社名は、安塞の霊社号と同じ、水化霊社。後に、 下五霊神社の境内に先座して、猿田彦神社に合詞され、現存している。墓所は、京都市左京区黒谷町の今回公明寺にある。由来については、吉見の字を二文字、死でと、かに分解したため灯されるが、諸説はある日本史用語研究会、筆形日本史用語実況出版、4定番。 ISBN 9長7844億731万6599市吉吉彦山崎安西編交友ミサオにおける識季理解について広島大学東洋古典学研究 Https h t t p s i r l i b h i r o s h i m a u, u. a c j p j s l a s h 0 0 0 2 5 4 1 4谷口雅子。近世中期の日本における、中義の関連について、山崎安西学派を中心にマイナス。早稲田大学総合人文科学研究センター、研究士。 https://hdl.handle.net スラッシュ2065スラッシュ00051793平泉清志物語日本主義館 P75 講談社学術文庫平泉清志物語日本主義館 P76 講談社学術文庫中野正志万世一系の幻全国歴史教育研究協議会日本史 B.O.50 英兵器山川出版社、改訂版。ISBN 9兆7846億3 4 11, 3, 0 1万3025。山崎安西亭史、安西山崎先生指導費。ありがとうございます。